またやっちゃったよ。店長怒ってんだろうな。雨で遅れましたなんて言えないし。また胸が大きくなってる。おはようございます。おはよう、ゆか。ゆか、ちょっとゆかさん、なんでこういつもいつも遅刻なのかしら。あなたのスポンサードにお店がいくら大金を払っていると思ってるの。もっと自覚をしてもらわなくちゃ。分かって待って店長、遅刻分は今からボンボン働いて取り返しますから。そうもいかないみたい。VG 選手、久保田純だ。知ってる、アマチュアレスリングの選手でオリンピックを辞退した人でしょ。昔のことだよ。ウィキ確認中。登録されました。で、あんたは飛行局破流VG 選手、竹内ゆか。VG 確認中。登録されました。販売。何かね、VG が退出しました。おー、そうか、やってくれ。はい。おお、ついに始まったか。存分に楽しませてもらおう。一つだけ聞いておく。あんたは強いんだろうな。剣を合わせればすぐに分かるよ。 VG、 それは最強のウェイトレスを決める格闘大会である。優勝者には10億円プラス伝説の一等地が与えられる。美しくも最強の女神たちがこの地に降臨する。求めてたんだ俺。僕もなら本気で行くぜ。
いいわよユカ、押して押して、頑張ってユカ、もう少しよ。やあ、避けない、取った。これでお前も終わりだな。教えてやるよ、なんで俺が久保田純なのかな。これが俺の必殺技、久保田パンチ。とどめだ。ユカが一刀違う、私の一刀。あ、店長しっかりしてください、店長。さすが久保田、決まったな。ユカ、ユカ。ちょっと、ユカ。もう返事もできないか。VG のルールは知ってるな。しっかりしないよユカ、あんたの決意ってこんなもんだったわけ。泣いてみなよ、可愛い声でさ。ユカ、ユカ。え、本当なのユカ。うん、出るよ。そうしないと後悔しそうな気がするんだ。里美と戦えなくなるのは残念だけど。でも出るからには勝ちなさいよ。うん、この剣に近づけ。ユカ、ユカ、ユカ、誓いはどうなったの。ユカ、楽しかったさ。ユカ、アバよ、さっと。まだやるつもりか。なら、すごい、僕こんな強い人と戦ったの初めて。俺もだ、こんなタフな奴がいるとはな。だが今度こそ終わりにするぜ。僕に見せてあげる、僕の気を、僕の震える剣を。ゆか、いい勝負だったぜ。お前と戦えてよかった。僕も。負けんなよ。うん、絶対。敗者への洗礼さ。甘いんだよ。 VG は勝つことが絶対なんだ。勝った者は栄光、負けた者は泥と羞恥の舞台でロンドンを踊る。でもこれは俺自身のためなんだ。この屈辱を忘れないためによく見ておきな。中途半端な気持ちじゃ VG には勝てないってこと。分かっていたはずよユカ、これが VG なのよ。ここからは俺一人の舞台だ。お前は降りな。
こんなに早く久保田が拝めるとは、今回も VG は楽しませてくれる。ゆか、大丈夫？僕。長いきゃするもんじゃな。やめてください、そんな言い方。何を言う、本当のことを言ったまでじゃ。お前が勝ってあの娘が負けた。だから脱ぐんだ。それを見て喜ぶのはわしの勝手。あのムッチムチの体はそうはないぞ。もっと楽しまなきゃな。やめて。お嬢ちゃん、もっと稽古せにゃいかんよ。じゃあわしは今のままが良いんやね。ゆか、知ってる人？ああ、今言った少女の経歴を全て調べろ。私は今から有明コロシアムに行く。それまでに送ってくれ。あれだけの気を発する娘、使えない。筋力、体力、持久力、瞬発力、すべてにおいて私が上回っていると DG にせんが言ってますし、今からでも遅くありません。棄権することをお勧めします。最後まで戦うというのですね。わかりました。では私も武闘家として全力でお相手させていただきます。チャーッ！終わりましたね。レベルは1のようです。レイミス、さすが前大会準優勝者。また腕を上げたようね、カオリ。それだけではありません。レイミスさんの戦闘データは私の DG2000 に全てインプットさせてもらいました。今回は勝たせていただきます。楽しみにしているわ。あなたの体がどれだけ成長したのかも。あれを使いました。あなた、私の好きな言葉分かって。それは平等よ。私は勝者だけでなく敗者にも見せ場を用意してあげたい。さあ踊りなさい。あなたが今日のプリマよ。地獄を乗り越えてこそ VG の勝者たりえ。しかしいつまでたっても慣れないものですね。強くなったわ、カオリ。今年の決勝もあなたとかしら。レイミ様。珍しいわね、こんなところに。実は、この子の VG の選手登録許可をもらいに来たのです。矢島さとみ？ VG の途中参加が認められないのは知っているでしょ？そこを、なんとかお願いします。何を言ってるの？レイミ様と同等、いや、レイミ様を任す戦士になりうる娘だとしたら。面白い。で、本人の意思は確かめたの？いえ。なら無理ね。あなた、VG のルールを知っていて？第一条第一項、本人の意思なくして VG 選手たるを認めず。ですから、許可をもらえば私が。スカウトなんてもってのほかよ。VG は自分の意志で入るもの。何者にも負けない強い意志でね。出なければこの私には勝てないわ。いい
の？そんなにもらっちゃって。勝ったもんだから店長ご機嫌で。ところで大輔くんは？うん、だいぶ良くなってる。先生ももう心配ないって。よかったね。ありがとう。先生を、はい。大輔、大輔、大輔くん、矢島さん、どうしたんで相当とは、大輔は。それがわからないの。突然発作がぶり返して。そんな発作はもうないって。大輔、姉さん、大輔、僕どうなっちゃうの。大輔、どうして。もう大丈夫って言ってたのに。もう大丈夫って。どうしたのかね。先生、いいか、筋肉が弛緩している。君、酸素マスクの準備だ。メチル基酸値を 3mg 用意。はい。どうして。さとみ、一応発作は収まったわ。それで容体は。うん、先生も頑張ってくれてるから大丈夫だと思う、多分。さとみ、ごめんね。せっかく来てもらったのに。ううん、僕邪魔になるといけないからもう行くね。はい、これ後で食べて。ありがとう、ゆか。元気出せ、さとみ。じゃあ。矢島さんですよね。はい、そうですが。弟の大輔くんのことで少し話があるのですが。ハンミラに行ったらここだって言われてよ。久保田さん。純でいい。俺もユカって呼ばせてもらうから。あの、僕、なんて言ったろ。あれが VG だって。覚悟ができねえなら辞退するんだな。それでいい。なあ、ちょっとドライブに付き合わないか。ドライブ？まあ乗れよ。退屈はさせないからさ。早急に手術する必要がありますな。それで弟は助かるんですか？ええ、難しい手術ですが、成功すれば健康を取り戻せます。ぜひお願いします。しかし手術にはかなりの費用が必要になります。こう言ってはなんですが、矢島さんの経済状態では、矢島さんの経済状態では。下がっていい。は。おう、本橋君、久しぶりじゃの。体の方はどうだね。それは何よりじゃ。話は変わるが、今年も始まったな。VG じゃよ。そうじゃ。ん？いや、その VG じゃが、何やら怪しげな動きが見え隠れしておってな。そのようなことが、早速調べさせて。は？それが大げさになって潜られては困る。いや、それはこちらでやらせてもらう。お主はその後のことを頼む。では。千穂はいるか？うん。ここに。うん。いつもながら素早いな。は。かねてよりそなたに任せた VG の調査もさらなる段階に入る。その陰に隠れたる計りごとを調べよ。は。心してかかれ、地方。相手は世界に名だたる多国籍企業、ジャハナ。犬は放ってやる。承知。うん。茶に潜む悪しき花を摘み取らん。
ここももう終わりどすな。富士のいる場所はお変どす。登録されました。 VG 選手矢島さとみ。おもろすな。こうでなくては東京まで来た甲斐がなんというもの。 VG 選手勇気彩子、うちと二人でこの神経臭い場盛り上げましょう。さとみはんとおっしゃいましたな。戦いは楽しまなきまへんえ。もう怖い。何をそんな荒れてますの。負けられないわけがあるから。それは誰とて同じです。うちは強いよ。人がうちの奏でるリズムで踊らはるのが好きなオス。ええ肌してはりますな。隠すのはお塩を待つ。負けて全てお店になったらどないオス。私は負けない。負けられないのよ。そない向きにならんでも。それよりもっと聞かせましょう、うちらのリズムを。ふざけないで、ちゃんとかかってきなさいよ。ほな空で踊りなはれ。まあ、ハッピー。レッツゴーシャッその程度じゃ私は倒せない。ましてやユカを。何カエル。ご苦労様。データは取りました。あとは身体機能のチェック。はい。鷲尾さん、久保田陣が倒されたって本当なの？はい。その選手のデータが見たいわ。はい、竹内ゆか様ですね。今すぐ転送します。この気温、この大会面白くなりそうだわ。誰？望むべき体を、しかも二人同時に。